皆さんおはようございます、えー、先日、ゼレンスキー、えー、ウクライナ大統領の、えー、演説の中継をご覧になった方も大勢いらっしゃったのではないかと思います。私はフィリピンに住んでおりますので、えー、YouTube を通じて、えー、ビデオを見ました、えーね。ウクライナの言葉を日本語に同時通訳して、えー、配信されていましたですね。左肩は左ははのヘッッドセットからは 大統領の演説が、そして右のヘッドセットからはえ通訳の日本語が聞こえてくるっていうような形になっておりました。だから、えパンをね右に調整すると日本語だけを聞くこともできるというね、そういう工夫がなされていましたですね。あのつ通訳の中継をご覧になって、まあ、政治という非常に重たい、重要な、重大な話題ですから、えー、大変難しい局面。 責任の大きな仕事を見事に成し遂げていらっしゃったというふうに私も、えー、非常にね、うん、感銘を受けました、えー、今回のね政治的な問題はさておきましてよくまでもここでは語学という観点からですね同時通訳についてちょっとお話をしたいと思っております、えー、私自身が今、えー、フィリピンに住みながらアメリカの,あの IT 系企業の専属の通訳 翻訳を担当させていただいているわけなんですけれどもやっぱり英語を勉強し始めた当時は通訳者っていうのがやっぱりどういうことをしているのか頭の中で何が起きているのか想像もつかなかったですよね、えー、やはり雲の上の存在に見えましたし、えー、そんなふうなことが自分が将来的にできるようになるとは想像もしなかったですとりあえず英語が話せて聞き取れて ね、会話ができるようになりたいなぐらいのことは思ってましたけどね、えー、で同時通訳ね逐字通訳スタイルありますね、えー、皆さんは同時通訳っていうとこう聞こえてくるそばから通訳するんだからものすごいこう高い技術事実、まあ、高いですようんと思ってるでそれに比べて逐字通訳、えー、の方が簡単と思ってる方が多いと思うんですがそれは大きな誤解なんですよまあね あの通訳の世界では一般ににに始まり筑字に終わわるると言われているんですつまり最も初歩的な通訳は確かに筑字なんですその場でね聞きながら話すっていう二つの神経を同時に使うのは事実難しいので最初は聞くときは聞いてメモでも取りながらねあるいはメモを取る必要のないぐらいの短い文章を喋ってもらってその都度 通訳するという、こういう蓄字ですね、短い文章での蓄字通訳、そこからスタートし、もうそれができるとほどなく同時通訳ができるようになってしまいます。もう聞きながら、どんどん喋れる、えー、訓練もしますのでね、えー、そういったことができるようになりますが、そのさらに上が、まとまった時間をですね、例えば3分とか5分、ひたすら聞いて、ね、それをずっと必要に応じてメモを取りながら、 そして通訳メモを見て今の3分5分の間にどんな内容が語られていたかということを、えー、伝えるこれが最も高度な逐字通訳のスタイルなんです。これは非常に、えー、難しいです。相手がしゃべってる最中にその情報の重要なあの数,字数字とかね統計的な話とかお金の話とかね全部入ってきますのでそれを事実を 間違いなく伝えられるように独自の工夫による通訳メモっていうのを取りながら進めていくわけなんですねで,ですから実は最も難しいのも蓄字通訳まあ初歩的なのも蓄字通訳で同時通訳というのも幅があります、ねえー、とある程度の基礎学力があると同時通訳らしきものがもうでき始めるっていうこともあるんですよ。 ですから皆さんは、えー、今、抱いていらっしゃる通訳に対するイメージ、ね、それをですね、えー、実際の通訳ってどういうものかということを、ね、ちょっと今日は入門的にお話をできればと思っています、えーっと。通訳をしようとする場合お、おそらく皆さんは学校で習う英文和訳を高速でやってるんじゃないかっていうそういうイメージを持ってらっしゃる方もいるかもしれません。 ね、確かに英語から日本語の場合それを和訳するんですが学校の教科書を読んで訳せみたいな英文和訳とはもので考え方が違います。例えばですね「えー、I think he will come after 7pm」という文があるとしますよね。まあ、これぐらい短い文章ですから、うん、ちらっと読んで一瞬ねパッと見て彼は午後7時過ぎに来ると思いますよって。 えー、和訳しろって言ったらできるでしょ。でもね、よく比べてみてください。I think he will come after 7pm という語順が最終的な自然にまとまった日本語にした場合 I think っていう私が思うっていうのはここに現れてますよね。それから he がここに来て After 7pm がここに現れてます。Welcome ここに現れてます。だからまあ最後まで聞き終わってから頭の中でもう慣れてしまえば、えー、テキパキと自然な日本語にすることは大して難しくないんですが、これはそは通訳者の頭の中で起きていることを理解してもらうために、ちょっとね、アプローチを変えてみましょう。つまりですね、これ聞いてるそばから。 どどんどん訳ししていくとしますよまあ、ゆっくりね。I think he will come after seven と言われてるのを耳で聞き、聞きながら喋り続けようとした場合、つまり最後まで言い終わるのを待たないんですね。これが同術訳ですね。そうすると、I think と聞こえてきた瞬間、私が思いますには、と口にしてしまいます。 で私が思いますにはと自分がマイクに向かって喋ってる最中にーと喋ります自分が喋ってる最中に聞こえてくるんですよ。だから喋るることとに専念しししすすぎると聞き漏らしてましまいます、ね、音は聞こえてくるんだけどだから聞く神経と話す神経を同時に使わなきゃいけないという難関はそこにありますけども。 私が思いますにはーとやっつけちゃってヒーウェ l l c カームが聞こえてきたら彼が来るのはアフトルセブン・ピエム午後7時過ぎになるでしょうとやると英語の情報順序聞こえてくるままその都度その都度、都度えー、翻訳通訳をやっつけてしまえるんですね。何かを頭の中で覚えておかなければならないっていうことがないんですよ。 えー、通訳の一番のコツは大脳に負担をかけなないことなんです自分自身がなるべくものを覚えないで済む、えー、通訳し終わった箇所に関しては記憶をしておく必要がないですねですから、えー、記憶をとどめておかなければならないような、えー、負担を長い時間かけますと疲れてきますできるるだけ疲れないようにするにすは 聞こえてきたそばからどん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 通訳しちゃう。でも、えー、日本語と英語ではこのように言葉が現れてくる順序が大きく違うわけですよね。I think の部分が最後まで聞かないとこれ言えないですよね私が思いますって。だからこそ、えー、いわゆる学校の英文和訳とは全く違うスタイルでつじつま合わせをするんですね。 えー、だから私が思うには彼が来るのは午後7時過ぎになるでしょう。これはこれで自然な日本人の日本語に聞こえるじゃないですか。ね、それでいて英語とこうして照らし合わせてみると現れてくる情報順序がよく似ているとこういうふうにやっつけてるね聞こえてくるそばからやっつけちゃうこのようにすると大脳内の一時記憶それが必要でなくなってくるんです。 できる限り自分の脳に負担をかけないような工夫をするのが同時通訳者の、まあ、テクニックですね。えー、でただし大事なことありますよ。事実関係が変わっちゃダメです、ね。それから英語の語順にできるだけ沿ってそれでいて、えー、日本語のとして聞いても理解されやすい言い方にする。例えば、 これを私は思います、彼は来ます、午後7時、こんな切り方でされると、聞いてる人間は頭の中でパズルを組み替えしなきゃいけますよね。今度、聞いてる人間が疲れちゃう。ね、正しいんですけど、私,が私は思いますえ、彼は来ます、午後7時、ね、並べ替えをに、はい、皆さんでやってくださいって何げちゃうことになりますから、それをしないで、聞いてる側はえ、聞いてる側として、 うん、ふむふむというふうに自然に、えー、通訳者の日本語が。分かるような、言い回しに工夫するんですね、えー。ちょっとね、例を挙げてみましょうね。これぐらいで見えるかな。はい、例えば、I. went to a department store。私いつもこの例文出してるんですけど。I. went to a department store to buy a dictionary with my mother yesterday という文がます。ね、今簡単な例文を挙げてますよ。ね、皆さんによくわかるようにね。えー、これを。 えー、最後まで聞いて頭の中で高速で和訳するのではないんですねまず初歩的な段階としまして I went 一つの意味のまとまりがありますよね To a department store To buy a dictionary With my mother Yesterday という1,2,3,4 5つの意味の単位を感じるようにしますそして最初は、えー、直訳的にね I went の意味は私は行った to a department store d e p a r t o buy dictionary 自称会に with my mother 母と yesterday 昨日こうなってますね確かにねこの意味がこう確かにフレーズフレーズの意味はわかるんですがそれをそのまま私は行った departway 自称会に母と昨日これではやっぱり通訳者の日本語としてはちょっと足りないと言いますか えー、通訳の役目を果たしきっていることにはならないですねで。ここをですね、順序を変えずに、私が行ったのはデパートでして、目的は辞書を買うためでした。その時、母が一緒で、昨日のことだったんですよ。って言うと、日本人同士の会話になりますね。こういう工夫なんです。えー、もう一つ例を挙げてみましょうね。I think it is difficult to master English in an year or so. i think it is very difficult to master english in a year or so i think though it is very difficult to master english in a year or so uh, i think it is very difficult to master english very difficult to master english In a year or so, 一年かそこらでとこれもこのままベタに日本語にしていくと私は思うそれはとても難しい英語をマスターすることは一年かそこらでやっぱり聞いてる人間が、えー、並べ替えをしなきゃいけなくなりますねそれさせないで済むには私が思いますにはとても難しいですよね英語をマスターするのに一年かそこらでするなんて こういうい工夫なんです。つまり英語の語順をその都度その都度聞こえてきたそばから日本語にしつつそれでいて日本語らししいい、えー、表現にになるるように微調整をしているんですね。こういったものを素材として自分でですね何か英文持ってきましてねそしてこのフレーズごとの意味と同日訳風の和訳 を自分で考えてみるこんな練習を地味にやると結構ためになりますよ。それから、えー、情報連鎖理論というまあ、難しい言葉ですががございましてね、えー、言葉というのは音声が実体であるという前提があるんです。当たり前ですよね。文字が発明されるずっと以前から人間は音声会話してたわけなんですね。それを記録するために文字が発明されました。 そして、音声が実態であるとするならば、相手がしゃべった順序でしかその言葉は聞こえてこない。当たり前じゃないですか。自然現象ですからね。相手がまだ喋ってもいない言葉は聞こえてきませんし、もう言っちゃった言葉は、機械のテープレコーダーじゃないんですから、巻き戻しできません。聞こえてきたそばから聞いてきます。だからね。 先ほどの I went to a department store to buy a dictionary with my mother yesterday という文章なんですが I went が聞こえてきた時聞いてる人間に分かるのは私は行ったそれだけなんですよそこしか分かってないんですしかし英語という言語に十分に馴染んでいる人の頭の中ではどこへ行ったんだろうという疑問がその瞬間浮かんでるんです その疑問に答えるように次が続くから言葉っていうのは繋がって聞こえてくるんですね。私は行った。うーん、あんた行ったんだ。でも行ったってどこへ行ったのって思ってるんですよ。一瞬なんですけどね。それに答えて、to a department store と聞こえてくるとデパートへ、あ、そうなんだと納得するんです。で、納得をしたら、その次に新しい疑問が出てきます。デパートへ行ったのが分かったと。 デパート行ったって何しに行ったのって <coughs> 疑問が湧いてきます。するとその疑問に答えてと Buy a Dictionary 辞書を買いに行ったんですよ。それが聞こえてくるとあなるほどねってまた納得します。で納得したら、えー、まあいろいろな情報が後から追いかける可能性ありますよ。今ここではね、まあ、誰とっていう疑問に答えて With my mother が来てそれいつやったの ?Yesterday あなるほどね情報収とつまり言葉というのはなぜ伝達されるかなぜ意味が伝わっていくかと言いますと聞こえてきた順番に納得をするんです。納得をしたらその納得によって何かの疑問が湧くんです。そしてその疑問に対して相手はこういうことを次に言ってくるんじゃないかなっていう予測を立てるんです。 この納得疑問予測というのが1つの小さな輪になりその輪と輪がつながって1本の鎖が出来上がっていくのが情報伝達という流れなんです。これを情報伝達理論というふうに私は呼んでいるわけなんです。従いまして、えー、聞こえてきた限りこれが書かれた英文ならば目で見えた範囲目で見えた範囲を小さな鎖の輪にしそして 納得をしたらその納得によってもたらされる疑問を感じてその疑問に答えるように次が追いかけてくるそれによって自分の頭の中で鎖はつながるんですそこをしくじると鎖と鎖の和と和がつながらなくなってバラバラになって何言ってるかわからないという理解できないということになるわけですこの鎖の頭の中でのつなげ方を訓練しなければなりません えー、はい、言葉が通じるっていうのはどういうことを言ってるかってことですねもうとにかく、あのー、読んで訳せーっていう授業に慣れてしまった人は言葉を置き換えることで翻訳や通訳ができるという間違った思い込みがあります。和訳はできるけどこの英文何言ってるか分かんないよく聞く話ですけど本当はありえないんですよ。 分かってない意味の分からない英文が和訳できちゃいけないじゃないですか、ね、なのに和訳はしました、ね、辞書を引いて、うん、単語の意味を順番に並べて適当に自分の想像で組み替えてだけど何言ってる英文だかさっぱり分かんないやってこれは実は英文が分かってないですね本当はですねこうなんです、まあ、何か言葉が聞こえてきますね ね、これ、丘の上に2階建ての家があり季節は春虹がかかっていますって日本語は皆さんの耳に聞こえたとしますよ、ね、そしてこれ英語に通訳しなきゃいけないとするとしましょうそしたらこれいちいち丘の上に「おんどへをおとかね言葉の置き換えに走る前に頭の中に今聞こえてきた情報を映像で思い浮かべるんですこの絵が思い浮かべるんですよ この絵が思い浮かんだという時点で、聞こえてきた英語は理解されたんです。これが通訳でなければ、そこから先に進む必要ないんですよ。もう自分は分かったんだから。で、また自分の言いたいことを英語で返したらいいんです、あ、日本語か。日本語で返したらいいんですよ。ね。だけど、これを人に、こっちの人に伝えなきゃいけない。それも別の言語で。そうするときは、今自分の頭の中に見えている風景を、 言葉で置き換えるというよりはこのの風景を別の言語でで描写し直すんです。んだから日本語で聞こえてきたものを日本語で伝達する「今あの人こんなこと言ってましたよ」ってね,、えー、ね電話でこう聞いて話を聞いて「分かりました伝えます」「今こんなこと言ってましたよ」伝える。これは 日本語で聞こえてきた情報を頭の中で映像化しその映像をまた日本語で描写し直しているんですよ。その描写し直す時の言語が英語に切り替わるだけのことなんです。すなわち、えー、この風景描写がここまででできていなければそれを 別言語で描写し直すっていうこともできないわけですね最初に翻訳し、えー、そしたら翻訳文を見て風景を思い描くっていうことはできないんですよだから、えー、学校で習う読んで訳せっていう英語の理解の方法からまずは頭を切り替えていただく必要があります英語そのものを理解し 音声情報から直接的に映像が思い浮かぶような読み方、それから耳の傾け方、これをしなければなりません。えー、っとですね、簡単な例でね、ちょっとね、教室の中でもね、使える、えー、活動をおらあのご紹介しましょうね。えー、っと、見えるかなちょっとでかくしすぎちゃったかな。これね、英語の情報順序に慣れるペア練習。先ほど 情報連鎖理論というのを話しましまたね聞こえてきたそばから理解納得納得によって疑問を持つっていうこの繰り返しでしたよね。例えば2人ペアにさせるんですねで1人が A 文をんあらかじめ通読しておきます。ね、そして通読したからこの A さんがね無理のない意味の区切りまで音読してそこで1回待ってあげます。 I went、ねえー、それを聞いた、そしてその和訳をこの和訳までしてあげるんですよ。I went。私は行きました。それを聞いた B さんは、なるほどって言うんですよ、口出して。なるほど、あなたは行ったんですね。ここまでで納得していることをはっきり言葉に出すんですよ。その納得によってどんな疑問を持つべきなのか。 この B さんも事前にこの英語読んどいていいです。これ基礎練習ですからね。行ったって、それ、どこへ行ったんですかって質問をするんです。全部これ言葉で出すんですよ。その質問を聞いて、A さんは、to a department と英語を口にし、さらに、デパートへって日本語も言います。それを聞いて、なるほど、デパートへ行ったんですね。でも、 行っったって何しに行ったんですかって質問をします。まあ、納得疑問ですよね。そしたらまた A さんは to dictionary buy a ままでを口にします。同時にそれも訳してあげます。辞書を買うために。それを聞いたら「あなるほど」とまた口にします。毎回「なるほどなるほど」ですよ、ね。納得ですからあ。辞書を買うために行ったんですね。 じゃあ、誰と行ったんですかさらに、いつ行ったんですかって、この後続くわけですね。そうすると、A さんは、With my mother, お母さんと Yesterday, 昨日というふうに繋げていくと、最終的に、なるほど、お母さんと昨日、デパートに辞書を買いに行ったんですね。よくわかりました。ありがとう。で、終わりと。このようにして、英語の順序に従って、 確実に意味が伝達されていますよね,ね納得とその納得によってもたらされる疑問これを言葉に出す練習これをペアでやってもいいし一人でで、ね、役をやったったてできますよそれができたら今度は同時通訳にちょっと近い真似事がなんと中学高校生でもできちゃうんですよ。ね えー、これもやっぱり最初は2人でこの英文に目,目を通しておいていいです、ね。あくまでも情報の処理の順序、語順に従った情報順序に馴染むためですから、そして、えー、A さんは今度英語しか言いません。I went。そしたら B さんは、ね、私が行ったのはと口にします。そして A さんは、to a department store。それを聞いて、デパートであり。 ディシ n ナリーと聞こえてきたらその目的はどんどん言葉を補っていいんですよ。ね、本来語順バラバラ日本語と一致しない語順の英語が聞こえてきているわけですから、えー、それを辻褄を合わせながら、ね、日本語にしていきますから補いたい言葉はもう自由に補います。ね、その目的は辞書を買うためでした。ね、お一見終わってますよね。でも With my mother yesterday その時母が一緒で昨日のことでしたって付け加えればいいわけですよ。このようにして英語の語順のままどん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 日本語にしていっているのに私が行ったのはデパートでありその目的は辞書を買うためでした。その時母が一緒で昨日のことでした。と自然な日本語としてまた第三者の C さんに A さんの言ってることを伝えられるわけです。これ立派に同時通訳しているわけなんですよ。 えー、こういうメカニズムが働いているんだよということですね。えっ、ーまあねねえー、と日本語と英語では、えー、語順が大きく違うってことでですね慣れた同時通訳もねやらかすことあるんですよ。これね例えばねうんと1人がねまあ日本語でそれもにこやかにね私はとても東京は東京は とても美しい街だとってね、にこやかにこう、言い始めちゃった。そしたらもう通訳者は、あもう先走ってんでね、もう、日本語に、えー、習熟してますから、Tokyo is a very beautiful city と結論まで言っちゃった。ところが、街だとで、通訳者はすでにピリオドまで通訳しちゃったわけですよ。なのに、東京はとても美しい街だと思いません。 ってて締めくくってくるかもしれません、ね、で本当はそこまで待っててもよかったんですよね。でももう言っちゃった。じゃあどうするもう通訳者はもう慌てず騒がず。よくあることなんですよ、これ。ね、もう慌てず騒がず。ょっのテクニックですよ。思いませんで締めくくられたら予想が裏切られたりですよね。そしたら、つじつまわせればいいんですよ。TOKYO IS A VERY b e a u t i f u l CITY? っていう言葉の後に。Some people say so. そういう人もいますけど、so. I、uh, I say so don't but I don think、so. でも私はそうは思わないんですよ。ね、Tokyo、ok、is a very beautiful city.Some people say so, but I don't think so. っていうふうに言葉をつなげ知らん涼しい顔して通訳を続けちゃうんです。このような、まあ、裏技裏技というほどでもないんですけど微調整や言葉の辻じつま合わせなんかをやったりもします、ねえー。それからですね こんんなのもあるんですよこれは、日本の政治家はですね、全く英語のわからない政治家です。全くですよ。ね、その人が、えー、アメリカからの来賓を招きまして、まあ、スピーチをしろと言われましてね、でそのスピーチで場を和ませようと思って、ジョークをぶちかましたんですよ。事前に通訳と打ち合わせてありませんでした。でその人が言ったジョークというのは、アメリカと日本には共通点があります。帰国は 米国であり、日本は米食の国であります。なんてね、もう一晩考えたんだね、これ、ね。で、ところが、無理ですよね、こんなの。ダジャレやジョークで、即座に気の利いた翻訳ができるってことは、ほとんどないです、えー。翻訳っていうね、本を、書,書物を訳すときは、一晩考えたっていいんですよ。何か上手い訳ないかなってね、同時通訳ですからね。こういう時のだいたい、決まったやり方があるんですよ。 これも通訳不能だ。でも、この人は冗談を言ったんだ。だから通訳者はその時に通訳してないんですね、言葉を。その代わり、He said funny joke. 彼は面白い冗談を今言いました。Please laugh! っていうふうに通訳してますね。そうすると聞いてるアメリカ人はピーンとくるわけですよ。ああ、通訳不能なジョークか誰かましたんだな。よし、ここは聞かせて笑ってやれって、ぶわーってみんな大笑い。 そそうすると、えー、そのジョークをぶちかました英語が全く分からなかった政治家さんはよ一晩考えて、えーね、考え一晩かけて考えたジョークが大受けだよしよしって気持ちよくなって話が次に進むというねこういう場の気の切り抜け方、えー、こういう臨機応変な対応が求められることもあります。最後に、えー、っとちょっと本当の神業の実例をご覧に入きましょう。 これは私がですね、高校の頃通訳を目指してまして、ねえー、通訳というサイマル出版現代もサイマルアカデミーって確かあると思うんですがそのサイマルアカデミーっていう同時通訳を養成する専門学校か何かでしょうねは昔出版部っての持ってたんです今なくなりましたけどでそこから出てた本を私買って将来通訳になりたいなと思って。 さまざまなノウハウを1冊の本を通じて勉強し実際高校の時にその本に従って基礎訓練やったんですけどねその,その本に書かれたエピソードです、えー、私が高校生の頃通訳という書籍で学びながら同時通訳の基本要領を学んで学校の授業で先生が教科書を読んでる時にねそれを聞きながらブツブツと同時通訳する練習とかも、まあ、実際やってたんですね、えー、その本に書かれてたエピソードです ある新米の日本人の同時通訳者が、まあ、非常に大きな国際会議に出たわけですね。で、こう階段状になってましてね、通訳者のブースがね、席が。で、そのそれぞれの通訳者の席機は、こう、パーティションで区切られてまして、目の前にこうやってマイクがあって、こうやってヘッドセットしてましてね、でヘッドセットからは発表者の声が聞こえてくるんです。 そして、イクに向かってそれをつ常に通訳し続けるという、こういうスタイル、非常に、あのー、大きな会議なんかで用いられるやつでね、えー、そういうスタイルで、まあ、通訳の作業をしてたんですよ。するとね、ふっとこう斜め前、階段上ですから見えるんですね、上から。に、ある年配のご婦人、やっぱりそこはそこで別の国の同時通訳者ですね。自分はその 日本語から英語とか、英語から日本語の同時通訳をしてたわけなんですけども、別のブースにいる、うんと、年配の他の国の同時通訳者なんですね、手元がこう、いつも動いてる、いつも。何してんだろう。ね、で、何してんだろうと思いながら、自分も通訳しながら、ちょっとこう、そっちを見たんですね。するとね、そのご夫人が編み物してるんです。すごいですよね。編み物しながら、同時通訳やってるんですよ。 もうね、同時通訳というのは基礎訓練の時点で物を聞きながら言うというこの作業が機械的になっていくんです、ね、だから、えー、いつまでも耳を傾けながら通訳を続けられるっていうそこまでいっちゃってるんだけどねそのさらにこの達人になりますともっと余裕が出てきて通訳をしながら編み物までしちゃうそしてその編み物をしてもねよくやんなことできるなと思って まあこの新米通訳者の人は監視したんですよたまにふっとその編み物してるおばさんの手が止まるんですって。言ったのね、あやっぱりちょっと難しい場面になると編み物する余裕なくなるのかなと思ってみたら、編み目を感じをしてたと。<laughs> すごいですよね。まあ、ここまではね、私もできません。えー、もう同時通訳することはありますけれど。 それから、最初、祝辞通訳でスタートした会議が、えー、テンポが速くなってきましてね、えー、だんだん疲れてくるんですよ、ともうでごめんなさい、ちょっとあの、えー、祝辞通訳、えっと、追いつかなくなってきましたから、同時通訳に切り替えさせてくださいと。実は同時通訳の方が頭疲れないんでね、最初にお話した通り。えー、それで、その時きの私が担当した会議っていうのは、まあえー、まだフリーランスの時代ですよ。うん、フリーランスの時代に、 えとフィリピンの不動産の会社にバイヤーの日本人のグループがやってきてその間に入ってお話をするっていう一つのそんなに大きくない小さい部屋で、えー、担当者が3人ぐらいらバイヤー5人ぐらいの間に入って通訳をしてたのでマイクも何も何使ってませんですだから築地の時は喋ってストップ私が喋ってってやってましたけどあのちょっとねエキサイトしてるんですね。あの クライアントのお客さん続が。で、まにしゃべりだしたんでこれは追いつかないと思いましてすいませんこっから,っら同時に通訳にしますって私がね申し出ましてもう声にかぶせてで所詮のえー、っと日本人が日本語をしゃべってる時私が通訳した結果の英語を聞くのはフィリピン人ですねでフィリピン人の方は日本語わかりませんから私の英語だけに耳傾けてます で逆にこっちのフィリピン人が何か言った時私はそれ日本語を日本人に向かって喋ってまして日本人の方はフィリピンのフィリピン語は使ってません英語はあ聞こえてはきますが私の日本語に耳を傾けるっていうことができますのでねそういう、えー、っと空間においてはね、えー、だから、まあ、成り立ったわけなんですけれども、まあ、そんなこともやっておりましたさあなかなかね 通訳って面白い社会です、そして通訳自体を目指している人いない人いるでしょう、えーまあ、いない人の方が普通かなだけど通訳を目指していなくても通訳者の頭の中で何が起きているのかそれと同じようなことが自分の中でも起こせれば長文の読む速度も上がりますしそもそも通訳者には基礎技能として発音と聞き取る力というのが非常に高度に求められます。 だから通訳者を目指していない人でも、えっと、通訳者の要領や理論を学ぶということは、日常的な英語の技能に大変役立つと思います。必ずしも訳さなくていいんですよ。ね、つまり、訳さない通訳的な考え方、こういったものを身につけるのも、なかなか面白いと思います。ぜひね、あの概要欄に、えー、いくつかの情報を書いてございます。えー、私、ツイッターを中心に活動しておりますので、ツイッターの私のプロフのリンクと、それから、 まあこういったお話をですね、ちょっと本当にあの実際に練習をしてもらってね、えー、そういう通訳の入門講座、プロの通訳者を育てる専門的なものではありません。えー、あくまでも、えー、今日お話したように、ああ、通訳ってそうやるんだで、ちょっとやってみようかみたいなね、そういう、えー、通訳者のうん頭の中のメカニズムを理解して、えー、普段の英語学習に役立つような、えー、力をつけてもらおうと。 そそういうい講座もやっております。それからこのビデオ以外にも、さまざまな皆さんのお役に立てるような発音の鍛え方、リスニングの鍛え方、えー、あるいは文法の断片的な解説なども、えー、ビデオにありますので、そのビデオリスト、Excel ファイルでダウンロードできるリンク先も貼っておきますので、合わせてご参照ください。本日は以上です。ありがとうございました。